やったぞ！ブチャラティは無事だ！そしてすぐに矢を追っていたボスより先に！その喋り方、お前の中身はナランチャらしいな。違うか？あ、そしてお前らは？ジョルノです。トリッシュよ。さすがだなブチャラティ、この奇妙な状況をもう理解していると。その声、さっき待ち合わせしていた男か？うん、ジャンピエル・ポルナレフという。ディアボロに俺は殺された。だがこの亀と魂が入れ替わり、今は幽霊のような状態でかろうじてこの世にしがみついている。そしてあれは私のスタンド、矢の力で暴走しチャリオッツ・レクイエムとなっている。魂が入れ替わったのは奴の仕業だ。待て、魂が入れ替わったのなら今俺の肉体の方に入っているのは奴ならまだ目覚めてねえぜ。ぶっ倒れたままだ。お前はミスタか？ああ、無事で嬉しいぜブチャラティ。ボスはあんたと入れ替わったディアボロはピストルズのナンバーセブンが見張っている。ピクリとも動いてねえ。確実に眠ったままだぜ。ブチャラティ、レクイエムが起きるぞ。矢の使い方はすでに知っている。その矢を制すれば全ては終わる。スティッキーフィンガーズ、一体これは？矢を拾うんだ。レクイエムが突っ込んでくるぞ。矢を弾き飛ばすぜ。早く拾うんだ。何か変だ、今のはまさか。この柱だ、ミスター、避けろ。スパイスガール、今地面にぶちまけてやる、ぶちまけてやる。なんだお前、どっから、なんだこれは。おいやめろ、おいやめろ。どうしたみんな。これはまさか。拾われるぞ、矢を拾われちまうぞ。なんだよこれは、何が起こったんだ。多分これが完全暴走状態になった。私も初めて体験するレクイエムのスタンド能力だ。暴走したレクイエムは私の心の底の意志を受け継いで守るスタンドになっている。この世の誰にも渡すことを許さぬために。矢に触れようとするものをそいつ自身のスタンドが攻撃して防御している。矢は精神を支配するパワーを持つ、その一端だというのか。するってとさ、どうするんだよ。俺たちのスタンドはパワーアップしている。でもよ、そのパワーで矢を手に入れようとすればよ。